ぱり本当なの、おばさまのこと。のどかさん一人で清崎先生を殺害するのは無理だ。条件に当てはまるのはキミコさんしかいない。そんなひどいよ、どうしておばさまが。予想通りの締めっぽさね。なるほど、龍一。あ、みーちゃん。あ、カルマケンジ、どういうことですか。なるほどくんに復讐なんて。あなたのお父さんのことはなるほどくんのせいじゃ。そんなことより、あなたは自分の心配することね、お嬢さん。うん、同い年なのに。満足か、僕を苦しめることができて。わ、バチバチやんね。まだよ。私の目的はあなたを倒してそれを全世界に知らしめること。そんなことをしたって君のお父さんは帰ってこないよ。まあいいわ。とりあえずこの勝負にケリをつけましょう。その時全てが明らかになるわ。では審議を再開しましょう。なるほどかん。はい。花かのどかの動機を立証してくれるのでしたな。お任せください。花かのどかと警察医師を結んでいるポイントは一つ、事故だよね。1年前の交通事故、そこに何かがあるはずだ。証人、1年前の交通事故について証言してください。あれ、私の動機を聞かせてくれるんですよね。そんなの一言でスパッと言えないんですか。証人、お願いします。はいはい、無駄だと思いますけど。1年前の交通事故、過去の事件とつながります。あれは1年前の5月のことでした。お姉さんの病院は当時大変なことになってて、その夜も運転中のお姉さん疲れ切っていました。私もつい助手席で眠っちゃって、で事故に遭ったと。すごい衝撃で目が覚めたら周りはもう火の海で、ドアを開けて逃げるのがやっとでした。ふむ、その話なら聞いたことがあります。1年前のワイドショーで毎日騒がれていましたからね。確か桐崎医師がお姉さんに睡眠薬を持ったという。くひ！ただの噂よ、根拠などない。弁護人尋問お願いします。桐崎先生が睡眠薬を持ったかどうか、今さらそんなことを立証するのは無理よ。ええ、別の方向から攻めてみます。さあ尋問です。1年前の5月、確かお姉さんの病院で医療ミスがあったのも。そうですね、それも5月でしたよ。5月の2日に患者さんが亡くなる事件があって、私たちが事故に遭ったのは24日でした。立て続けに事故、偶然なのでしょうか。疲れてましたからね、お姉さん。なるほど。お姉さんの病院は当時大変なことになってて、そう、医療ミスね。14人の患者が亡くなった医療ミスでしたね。そうです。そのミスの原因は何だったんですか。お薬を間違えたって聞いてますけど。それはお姉さん、花かみみさんが間違えた。違いますよ、桐崎がお姉さんのせいに。その事故は今回の事件には関係ないはず。ちょっと口そびれらせそうになったよね、のどかさんね。それに警察の捜査によって花かみみのミスは立証された。つまり事実はどうであれ、記録の上では花かみみのミスだったということか。お姉さんじゃないのに。なんか言いそうだよな、もうちょっとつつくと。お姉さん疲れちゃってたと。疲れ切っていた。連日警察の取り調べや取材がありましたからね。ほんとひどい状況だったんですよ。じゃあ交通事故を起こしても不思議ではなかったわけですね。揺さぶる。どうして変わってあげなかったんですか。確かに運転変わってあげればいいのに。え、何をですか。運転ですよ、運転。お姉さんが疲れていたのならあなたがすればよかったのに。それもそうですね。あ、でも私免許持ってま
ませんから。なるほど。証人は免許を持っていなかった。初耳ね。私も。そうですね、証人はの証言を付け加えてください。ここが矛盾点？マジか。助手席で眠っちゃって、確か事故は深夜起こったんでしたっけ？そうですね、夜中の1時ぐらいです。私、論文の締め切りが近かったから、しばらく寝ないで頑張ってたんです。二人は眠り込んでしまい、そして事故が起こった。周りはもう火の海で、その時お姉さんは見えなかったんです。車の中はもう真っ黒な煙でいっぱいで、もう私何が何だか分からなくなっちゃって。なるほど。ドア開けて逃げるのがやっとだった。その時のこと詳しく話してください。私ずっと忘れようとしてましたから、もうその時のことははっきりしないんです。あまあまりもありませんね。確か事故の後インタビューされたんです。それが一番確かだと思うんですけど。その記事のは僕も持っていたな。免許を持っていないから運転を代わってあげられなかった。それであなたは助手席に。はーい、私も大学の研究室に遅くまでいたから送ってもらったんです。なるほどね。なるほどくん。はい。ダメよ、すんなり納得しちゃ。秘密が眠ってる。やっぱりあれだよね、追加されたこれだよな。免許を持ってない、新聞記事か。うん。夢中で左のドアを開けて車から転がり出た。その後覚えてない。いやでもさ、事故と結びつけられる証拠ってこれぐらい？あと車もそうだけど。でもさ、ハンドルの位置とか特にわかんないよね。左ハンドルとかだったら矛盾になると思うんだけれど。いやー、結びつけられる証拠これぐらいしかないな。やっぱこれなのか。免許を持ってないから運転を代わってあげられなかった。二人乗りの乗用車が高速道路脇の壁に衝突して、女性一人が逃げ遅れ焼死した。え？壁に衝突。これ突きつけてみるか。あ、違う。なあ、違う。あ、わかった。あ、写真かな。ちょっと待って、写真か。ちょっと待って、間違えた。ちょっと待って、これだ。写真だ。そう、これ免許用の写真やん、これや。ごめん、気づかなかった、アホやん。のどかさん、今の嘘はお粗末でしたね。ことですか？やばい、ちょっと簡単なとこで間違えてしまったよ。あなたは免許を持っていたはずです。これはその免許証のために撮った写真ですね。あ、証人どういうことですか？あの、そうです。確かに私免許を持ってますけど、でも殺されたのあの事故の後なんですよ。そんなはずはありません。あなたは事故があった時すでに免許を持っていた。堀田院長らしき人がそう言ってました。あのスケベな偽院長のこと？そのスケベな偽院長です。そんなことはどうでもよろしい。証人、あなたの免許証が発行されたのはいつなの？去年の11月です。11月。交通事故があったのは5月、その半年後ということね。どういうことだ。そういうことです。なるほど、おかん。事故があった時証人はまだ免許を持っていなかった。いてー。
泣きっ面にムチ蜂じゃなくて。とにかく免許がないのでは運転を変われるわけがありません。分かってもらえればいいんですけど、でも多分私が免許を持っていたとしても運転させてもらえなかったと思いますけどね。あちゃ、ファンじゃないでしょ。なるほどくん、千尋さんまで無知よ。証人、なぜ運転させてもらえなかったと思うのですか。それは、ついでですから証人、そのことを証言してください。めんどくさーい、余計なこと言っちゃいましたね。運転を買わなかった理由。あの頃私もうちょっとで免許をもらえるところでした。お姉さん車をものすごく大事にしてたんです。まあ、なんか救急車ピーポーなってんだけど。届いたばかりの新車でした。真っ赤なスポーツカー。新人ドライバーには運転させてあげないよって。だからあの夜も私助手席に乗ってました。なるほどね。なるほど、真っ赤なスポーツカーですか。ちょっとなんか真っ赤なスポーツカーって聞くとみっちゃん思い出しますね。蘇る逆転の時の。ではジムをお願いします。車は苦手なんだよな。皆さんあんまりなんか車に興味はないな。もうちょっと免許もらえるところだった。もうちょっとというのは、あの仮免って言うんですか。あれをもらえるはずだったんです。はあ、仮免ですか。うわー、弁護士のくせに仮免も知らないんですか。弁護士に仮免はありませんから。うわ、無知には無知よ。なんかさっきから微妙なこと言うよないいですか、続けて。車をものすごく大事にしていた。もう新しい車を運転させたくないっていうのは分かりますよね。私も免許持ってないけど。大事にってどれぐらいですか。それはもう雨の雫はもちろんのこと、汚い手でドアを触るのも気にしてました。それならそもそも車庫から出さなければいいのに。お、揺さぶるぜ。どうしてそんなに大事にしてたんですか。何言ってるんですか、新車だったんですよ。新車？弁護士さんだって汚したくないでしょ。車なんて汚れて当然だと思うけど、きっと車好きはそうは思わないんだろうな。なるほどくん、もっと意味のあることを聞きなさい。最初にどんな車だったんですか。さらに揺さぶったね。あまり意味なかった。真っ赤なスポーツカー、新車ですか。ええ、届いたばかりだったんですよ、アメリカから。はあ、アメリカ高そうだね。しかも特別限定モデルだったんですよ。届くまで1年ぐらい待ってたんですからね。車好きにはたまらない話題なんだろうな。聞く、もうとことん揺さぶっていけ。どうもこれは胸にキュンとくるものがある。キュンとしちゃった。裁判長。何ですか今の証人。あ、ごめんなさい、今の証人の発言を証言に加えてください。特別仕様の会社のくだりですか。はい。やれやれ、車好きはこれだから。そういう問題じゃありません。と言ってもどういう問題か僕もわからないけど。これか。アメリカ型に特別仕様の新車だった。待って、もし左ハンドルだとしたら左のドアを開けて車から転がり出たってことは、のどかが運転してたってことになりますよね。ああ、これかよ。なるほど、まあ一応揺さぶりますか。車のことなんて興味がないので無理やり聞く。そうですね、何か話題と。そもそもどうしてアメリカの車がいいんですか。はあ、お金はかかりそうだし、運転席は日本車と逆だし、いいところまでなさそうですけどね。なんですって。今時左ハンドルで自慢ってのもどうなんでしょう。はあ、あんたなんかにわかんないのよ、あの先生のフォルムあ、おー、墓穴掘りやがった、バッカが。ごめんなさい、この人に本当にいきなり性格は変わるよな。面白いわね、なるほどくん。だんだん見えてきたわ、この事件の本当の矛盾が。
私も見えてきたぞ。新人ドライバーに運転させてあげないよって。お姉さん運転はうまかったんですか？それはもうすごかったんですよ。看護師会のレースクイーンを目指すって言ってました。それなんか意味が違うような気がするぞ助手席に乗ってた嘘っぱちめ、そこで事故に遭ったわけですね。そうです。とっさに助手席のドアを開けて夢中で飛び出しました。あ、もう大変でしたね。ここが最大のポイントね。こういう自然な証言を崩すのが難しいわ。じっくり攻めましょう。必ずどこかに穴がある。そう、もうゴッドですよ、千尋さん。あ、矛盾は分かりましたね。これだ。のどかさん、この記事覚えていますか？交通事故の記事、あなたの証言が載っています。左のドアを開けて車から転がり出た。間違いありませんね。なんで急にそんなものを。裁判長、車の助手席は左右どちら側にありますか？それはもちろん左側でしょう。運転席が右側ですからね。それは日本車の場合です。アメリカの車は逆です。逆？二人の乗っていた車はアメリカ製だった。この場合助手席は右側になります。ああ、どういうことですか？のどかさん、あなたは左のドアから逃げたという。それならばあなたが座っていたのは運転席だったことになる。成熟に、かあ！何を言い出すの？運転していたのは姉の方、花か耳なのよ。その通り、話に筋が通らない。つまり僕たちはどこかで勘違いをしているんですよ。なるほどか？やっと見えたわね、この事件の真相が。すべての要素をつなげて考えれば答えは一つしかない。問題は、姉と妹どちらが運転席にいたのか。妹ののどかだよね。もちろん花かのどかが運転していたのです。ただどうしてそうなるのですか？たった今証言されたばかりです。証人は左のドアから逃げ出した。つまり運転席です。いてえ！バカのバカがどうすぎるとバカでは済まなくなる。当時花かのどかはまだ免許を持っていなかったのよ。だからこそ交通事故が起こったんですよ。待って、なるほどくん、どうやらあなたにはまだ真相が見えていないようね。真相？発想を逆転させようの私たちの合言葉でしょ。ミミさん、運転免許持ってたの？はい。うん。しかしあなたは証明したばかりです。この証人がのどかさんが運転席にいたことを。それは次の問題です。その証人台に立っている人物は一体だ。あー、ちょっと待って。じゃあ免許証の写真っていうのものどかの顔になるための整形写真でもあったってことですかね。まぐ、何を言い出すの？なるほど、龍一、この証人の名前は、この証人の名前は花かみみ。花かみみ、それがあなたの本当の名前です。バカ言わないで。じゃあこの写真は一体何なの？この証人は入院した時顔に大やけどをしていました。そのため復元の整形手術を受けています。整形手術。その時彼女はこの写真を渡したんです。そう、妹の写真をね。キャー！しかし花か耳は死んだはず、交通事故で。みんなそう思っていました。しかしそうではなかった。じゃあ事故現場で見つかった死体は花かのどかさんだったのです。本物のね。いかがですか、花かみみさん。1年前の交通事故、死んだのは花かのどかの方だった。姉のみみは妹の顔に整形して生まれ変わった。そして花かみみの存在を自ら消そうとしたんだ。
なるほど、じゃあもう動機も十分だよね、桐崎先生に対して。裁判長、これでなぜ桐崎先生が殺害されたかお分かりでしょ。どういうことですか、ママ。どういうこと。なるほど、龍一。桐崎医師は死者を呼び出そうとしていました。事故で死んだ看護師花香美々の霊を。しかしそんなことできるわけがない。なぜなら花香美々は生きているからです。そっか、じゃあそもそも霊媒もできてなかったってこと。迷いちゃん、霊媒をされてはそれがバレてしまいます。この証人はそれだけは防がなければならなかった。何としても。だから殺害したというの、桐崎哲郎を。そうです、霊媒が始まる前にね。桐崎先生は不幸にも霊媒の相談をこの証人に持ちかけてしまった。その瞬間、桐崎先生の運命は決まったのです。なるほどね。いかがですか、のどか、いや、カルマ、はい。なぜそこで私の名前が出てくるの。やられたわね。証人。ああ、ミミさん。そうよ、私の名前は花香ミミ。あのヤブ医者、結局最後までコケにしてくれたわ。もうちょっとでミミを捨てることができたのに。本当にもうちょっとだった。しかしなぜです。どうしてそこまでして花香ミミを妹さんになりすますなんて。僕にはなんとなくわかるような気がする。花香ミミが自分を消そうとした理由は。え、消そうとした理由？え、黒い鍵じゃない。え、なんだろう。花香ミミが自分を消そうとした理由。あ、新聞記事かな。それは医療ミス。桐崎先生は正しかったんですよ。あのミスはある看護師によって引き起こされました。花香ミミという名の看護師によって。そう、今証言台に立っている人物です。そのミスからたった数週間後、花香ミミは今度は交通事故を起こしてしまった。そして妹が死にました。最悪のタイミング。事故とはいえ14人の患者と妹の命を奪ってしまった。背負って生きていくに重すぎたのです。逃れる方法があったわ、たった一つだけ。事故は全てを焼き尽くした。妹の亡骸も自らの顔も。それこそが最後のチャンスだったのです。過去を捨てて妹として新しい人生を始めるチャンス。想像でする事件ですな。あいつが霊媒なんてくだらないこと思いつきさえしなければ。くだらないこと。私がのどかになって一番嫌だったこと、霊媒、オカルト、そんなの私大嫌い。いくつかの謎は残されたままです。なぜこんな複雑な殺人計画が実行されたのか。綾瀬とキミコはなぜ花香ミミに協力したのか。しかし一つだけはっきりしたことがあります。被告人綾瀬と迷いの無実。こんなバカな。私は完璧だったはず。この私が、カルマメイが。今夜のニュースが楽しみだね、カルマケンジ。全世界に流れるんだろ、君の敗北する姿が。あっち、ひぃいてて、やばい痛そう。もうあれです、一生分の無知を味わいましたね。なるほどくん、しっかりして。なるほどくん、こんな裁判認められないわ。それでは弁護人が目を覚ますまでもう少しかかりそうなので、先に綾瀬と迷いに対する判決を言い渡します。はい、無罪。では本日はこれにて閉廷。
お、これで2話終わりか。おめでとう、迷い。あ、お姉ちゃん。あー、かわいい。久しぶりね、迷い。元気だった？お姉ちゃん、お姉ちゃん。私誰も殺してないんだよね。そうよ、あなたは夢を見ていただけ。悪い夢をね。あのね、お姉ちゃん、夢の中でね、懐かしい匂いがしたんだよ。懐かしい？私、衣装箱の中に入れられてたんでしょ。あの衣装箱、お姉ちゃんの昔の装束がしまってあったんだよ。そうだったの。一つわからないことがあるんですよ。何？木崎先生が撃たなかったらどうなっていたんでしょう。銃声を聞いたから僕たちは現場に踏み込んだんですから。多分計画では花か美々自身が鍵を開けるはずだったのよ。そしてあなたと夏美さんに目撃させたはずよ。 A の乗り移った迷いが殺人を犯したシーンをね。細かいところまで計算されていたんですね。なるほどくん、おめでとう、迷いちゃん。ありがとう、また助けてもらっちゃったね。まあね。でも本当にもうこんなの二度とやだな。私はいいよ、なるほどくんが助けてくれるから。でも事件が起こると大切な人がいなくなるの。お姉ちゃんも、そしておばさまも。ねえ、なるほどくん、教えて、どうしておばさまこんなひどいことをしたの。あんな計画にミミさんに手を貸すなんて。私本当に怖かったんだよ。それはなるほどくん、教えてくれるよね。キミコさんが花かミミに手を貸した理由、それは。なんだ。キミコがミミさんに手を貸した理由。いや、キミコのさ、キミコは多分、迷いちゃんを、迷いちゃんを、あれだよね、家元の座から、次期家元の座から引きずり落としたい。で、ハミちゃんが神。キミコの中では。あ、ハミちゃんじゃないの、もしかして。ハミちゃん。ハミちゃん、あ、よし、よし、当たった。今から4年後、クラインの里に新しい家元が生まれる。君だよ、迷いちゃん。それが?でももし君がいなくなったら、本家の血は絶えてしまう、その時は。本家のおばさまが。違う。キミコさんの霊力はそんなに強くない。継ぐのは、ハルミちゃんだ。ああ!すべてはそのために、ハルミちゃんを家元にするためだったんだよ。そうだったんだね。今、まよちゃんなんか言わなかったか。やっぱり、そう聞こえたような。留置場?私のハルミ、あなたこそがクラインの家元にふさわしい霊媒師でございます。私はそのために全てを犠牲にした。あのバカな看護師のために殺人の計画を立ててやったのも、チャラチャラした検事に協力してやったのも、全てはあの忌々しい本家の娘綾里迷いを葬るためだったのに。松野です、ハルミ。チャンスはきっとまた訪れます。そうなんですよね。これね、ちゃんと続きありますんでね、まあいつ出てくるかわからないですが、楽しみにしてください。ということで2話終わりました。お疲れ様でした。そう、ね、じゃあ次、次回からね、これ逆転サーカスやっていくんですけども、綾瀬とキミコの話はまた出てきますので、はい。あのね、逆転裁判3がね、神って言われてるのはね、この話にも繋がってくるからなんですよね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。